まあ、マーチンのヴィンテージ。はい、ヴィンテージ。そうで、あ、そうだ、そうそうそう。ね、ということで、ちょっと、もうちょっと話聞こうかなって思っちゃったところですけど、じゃあ、ちょっと次行きましょうかね。あの、そう、このヴィンテージマーティンを目指したウクレレが、キワヤから出るというか、出ているんですよね。うん、もう出てるっていう。うん、そうですね。そう、はい。この間紹介したんだよね。そうですね、一つは紹介させていただいて、前のリカチャンネルで。こちらに、じゃあ、こちらに案内するから、ね。じゃあ、ちょっと。はい、移動する、すごいな。こちらにこれだよ。ちょっとね、これ、うん、ほら、ね、お、ね、同じでしょ。ジャスセイム、ね、ジャスセイムですか。同じなのよ、これが。それが大事な。形と、そう、そう、このね、うん、そう、これがね、1ですよね。うん、M1、これが3、これ 5M ってね、うん、これはあのね、あのコアの木でなってますよね。ハワイの木です、はい、コアの木ね。そしてこれは ダブル線でね、あってるね。あ、復元で。復元のね。復元だ、すごい。うん、だからね、この単価いくと、これね、これにしても、実にね、綺麗な内容なのね、音になってくるのが、これがね。これからね、多分お値段ちょっとこっちの方が高くなってくる。ちょっとそうですね。どうですかね、そうね、うん。ちょっと正確。こうね、こういうその、そして、そしてこれがコアのね。5M ですね。象眼ね、してあって、このね、貝ですよね。はい、ね、綺麗ですよね。お綺麗ですね。これ光ってるでしょ、ちょっとね。ピカピカ光ってる。いい木ですよ、これは。いい仕事してます。いや、すごいですね、そんな方。すがみだね、そうそうそう。仕事ですね。鑑定士の鑑定士。鑑定士の。大変にもすごい。ね、一生もんですよ、これの。そしてまたね、このね、ダブルね、ダブルっていうのね、音のね、操作、悪い音が出てもね、殺し合うんですよ。いい音だけは前に進むんですよ、弦っていうのは。だからオーケストラなんか何人中にいるでしょ、第一バイオリンでも、20人ぐらい。いい音だけは前に行くんですよ。で、悪い音、広がった雑音的な悪い音は全部相乗作用で消されちゃうんです。だから、ああいう綺麗な音なの、オーケストラ。これも同じですよ。だからこうね、このダブラーを、あ、すごい、ね、夢のようなさ、ね、感じじゃない。不思議でいいよ、キラキラキラ。これがね、いい音だよね。あっちどこまで伝わるか、あのビデオカメラで。これ、歌なんか歌ってるないな。わー、素敵。なんかこう、奥行きが、ね、空というか、なんかこう、夜空だ、夜空、ね、エフェクターみたいな、ちょっと思うと、まあ、今ね、機械に頼っちゃうけど、すごい、すっごいいいじゃん。こんなにキラキラする。そう、すごい。こういう楽器も、これもね、同じですよ。ここにね、あ、いいですか、はい、あのね、ここにあるわ。あ、すごい。ね、すごい。大事な、いいものはね、真似した方がいいの。確かに、うん、もう絶対音楽でそうじゃない、我々もさ。そうですね。あの、大きい声じゃいないですよ。いいことですよ、もう真似してね。いいものに、真似して学ぶことはね、自分のように盗む。おー。これは盗んでるわけじゃないんだけど、真似してね。だけど、そう、これですよ。本当ですね。大事な貴重なものです、これはね。確かに竹とか厚さとか、その一つ一つのね、ことがどんだけ再現できるか、いろいろ試行錯誤してできたものですからね。そうなんだ。だから、このサイズじゃなくちゃダメだっていうことをね、頭に叩き込んでほしいんですよ。他の、その良さは、ね、もちろんいろんなウクレレの良さはたくさんありますよ、それぞれね。だけど、これは、このマーティンのスタイルをね、ああいうように形にして、同じ形でやってるっていうことがすごい。へえ、うん、100年近く続いて、そうです、100年すごい変わってない。これがそこからの、ね、歴史を引き継いでいくっていうのは本当に、はい、まあ、実際ねちょっと触ってみたい方は、うん、キワヤ商会にね実際来て触ってみるのがね一番だと思うんですけど、音の響きをやっぱり知っていただいたり。